モージズ・アシュレイ・カーティス・モーゼス・アシュレイ・カーティスは、アメリカ合衆国の生殖者、植物学者である、マサチューセッツ州のストックブリッジで生まれた。ウィリアム・カレッジで学び、卒業後、ノースカロライナ州知事を務めた、ラドリーの子供たちの家庭教師を務めた。1833年に進学を学ぶために、マサチューセッツ州に戻り、1835年に除海され、 ノースカロライナのレイリーの監督派協会の学校で教えた。1841年にヒルズボロの監督派協会の教区牧師となり各地で働いた。植物学の分野では南部アパラチア山脈を調査し、当時のアメリカ合衆国の有力な植物学者、ジョン・トーリーやエーサ、グレー、エドワード・ツッカーマンらと交流した。菌類の専門家で、 イギリスのマイルズ・ジョセフ・バークリーと共にアメリカの菌類の研究をした。カーティスの標本はハバード大学のファーロー標本庫に保存されている。M.A. カーティスは植物の学名で命名者を示す場合にモーゼス・アシュレー・カーティスを示すのに使われる。日本変形菌・研究会変形菌分類学研究者の紹介。ありがとうございます。